みなさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。S のシャックです。みなさん、元気だといいな。今日ですね、新しいアドの、教育の動画に予約します。ごめんなさい。この動画の前は、夜の、ピエロ、夜のピエロです。英語で、Night of Clowns と言います。最近アドが一番アーティストになると思います。日本で、それで本当に楽しみ、本当に楽しみ、見てるに楽しみです。はい、皆さん一緒に始めましょう。あ、字幕ありますか？あ、字幕あります。よかった。はい。お願いします。ブーム。あと。いつもアドの、美術のスタイルが大好き。すごいなスタイルと思います。夜のピエロー。で、アドがグループですか？グループが、アドは俺にとってアドを見て YOASOBI の。さよならを告げた自分を嘲笑った。これでいいんだ。止まった終電。日本住んでいない人としてなんか、この曲を見たの。今日は楽しいけど、That these kind of songs never become super popular in the West. これが強いけど、すごい。ファーストテイクにアドみたい。かっこいいと思う。でもたぶん、This song always have deep meanings. 夜明けはかすかなメランコリー、朝が怖いんだ。蓋をするしか楽、酔えず吐いたアルコール。何もない不安が胸に押し寄せるんだ。暴れそうだ。赤くだけの日々。いろいろな見てる人にとって、この意味は本当にあの人の気持ちが同じと思います。同じかどうか知らない。ごめんなさい、俺の歌を歌ってごめんなさい。でも楽しんでるよ。Every time these songs have like a sad meaning, they always have like a funky beat. Yoru no kakeru, in my mind, it kind of reminds me of Yoru no kakeru, YOASOBI no.もう終わった。もう終わった。本当に楽しかった。めっちゃ楽しかった。あと、教育が、もう一回、有名な教育と思います。いつも素敵な、皆さん何と思いますか？ビデオの武術が、なんか、いつもすごい。
The artistry is like amazing. It's まるで、まるでアニメみたいなと思います。本当に。It's crazy how people just make music videos that are like animes now. But let me know in the comments down below what you guys thought. Like, share, comment, share, subscribe, してください。If you haven't subscribed, hit subscribe button now, now, 今 subscribe. でも俺はエースのシャックです。Give me up, プレゼンです。見てありがとう。じゃあ。